はい、こんにちは、タカです。いや、そばの方かなり難しい状況になっているように思いますけども、皆さんついていてますかね。すごくバラは大きな相場になっていると思います。ただ方向感がないですよね。もうこれがすごく厄介なところだと思います。僕はもうトレードしようと思うと近くに信頼できるレジサボ、これをまずはしっかり置くんですけども、こういった相場ってなかなかそのレジサボが見えてこないんですよね。壁が見えてこないので、なかなかこう手を出しにくい。きっとこういった相場というのは無理に入ってしまってもうまくいかないと思いますんでね、しっかり待つのが大事になってくるんかなと。では昨日の動き見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロもかなり買いが入っていたんですけどね、相当な一手行為ですよね。これ決してユーロに売りが入ったわけではないんですね。途中からドルがすごく強くなりました。そういった背景はさておき、このユーロルに関して僕はこの下のサポートを強く意識しています。ここで一旦流れを止めている、この売りの流れを止めているというのが一つ大きな点だと思います。レートが 1.08 を少し割れたところですかね。これ少し前にもサポートされたところでもありますんで、日足の大きなサポートラインでもあったりもします。割り込んでしまったら下落トレンドが強く出てくる可能性がある。そういった大事なラインですね。この上はレンジ相場を見ていますので、サポートが強くなってくれば次はレンジの下から上まで買いの流れを見ていくような、そういった状況も見えてくると思うんです。昨日もしっかり買いが入ってましたからね、この辺り戻りの高値ということで、しっかり抜けていればそういった環境も見えてきたとは思うんですけども、昨日のこの売りですよね。この売りを見る限り上値が重いという状況もやっぱりこれは見えてしまいます。赤い下落トレンドも崩れなかったですから、ならば戻り売りを見ているベア派の存在はこれはしっかり見えています。一方でこの下のサポートというのもこれも強いですからね、日足のサポートですから、サポートされたら買ってやろうと、そういった考えを持っているブル派の存在もこれはいますんで、こういったブルベアの攻防がこの底根圏では起こりやすい。攻防になってくるとレンジをやっぱり疑っていきますんでね、となると今のこの環境だとレンジの上限下限というのは 1.08 と 1.09、このあたりになってくるのかなというふうに思います。それと今のこの現在地、悩ましいところですよね。レンジの真ん中、さらに今日は金曜日、方向感がない中でレンジの真ん中で金曜日を迎えている、なかなか手を出せるような状況ではないかなと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。この一手声が少し気になりますかね。強い上昇トレンドを見ていけば、これ押し目買い入ってきそうな動きですよね。ただなかなかこう買いが入ってこないまま下に抜けてしまってます。本当のサポートというのはこの下ですからね。1.08、少し割れたところ、ここが日足の波の起点になっているわけですから、言い方わかればここまでは下げ余地があるわけです。ただ今これを押し目買いを見てる人はこのあたりをサポートとして買いを見てると思うんですよね。となってくるとこれ割り込んでしまったら少し売りは強く出てしまうかもしれません。今はギリギリのところ抵抗体になりやすいですけどね、ただこういった抜けの動きに対しての強い押し、強い戻り、そういったものに対して戻り売り、押し目買いをしていくというのはこれは気をつけたいんですよね。今回のこのチャートはもうまさにそういった状況だと思いますね。現状ではこれサポート割ってしまったら少し下の方に走るかも、勢いがあればこの下を試す動きにもつながってくるかもしれません。とはいえこの辺りはレンジそばの中での動きですからね、大した動きではないんですけども、ただこれがもうドルの調整の動きの影響ですかね、すごくボラが出やすい相場でもこういった動きになってしまってますから、どうしても短期足を見てると振り回されてしまう方も中にいらっしゃるんじゃないかと思います。今日はこの割れる動き、ここちょっと注目したいですね。昨日の日足の安値にもなりますんで、割ってくればこれ日足安値更新にもなりますんで、少しこの売りの流れ強く意識して見ていきたいです。レートが 1.08 のサマラあたりですね。抜けた際の目標はレンジ加減ですかね。レンジ内の動きに過ぎないですけども、このレンジ内の上げ下げの動き、これを少し見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。この線というのは基本的にもどの通貨を見てもすごく強いです。上昇トレンドが見えています。ここでしっかり大きな足場を作っているのも大きいと思いますね。今週の動きはこのレンジからブレイクしてきている強い上昇トレンドを見ています。ただ水曜日に円の方に調整の買い戻しが入りましたので、この辺りで少し調整の形が見えてしまったんですよね。上値が重い状況が見えてしまいました。これは昨日も変わらないですね。買いも入っていたんですけども最後に潰されています。この139円というのは相当やっぱり壁にはなってきそう。今は調整局面意識してますんで、僕はやっぱりレンジを意識したいですね。上下の壁探しになってきますんで、そういった意味からもこの139円はこの上の壁として意識していこうかと思います。対して問題になってくるのがこの下のサポート、全く見えてこない。この辺のサポートをサポートとして見てもいいとは思いますけども、ただサポートとしてはすごく浅いですね。この上げ幅2円ありますからね。2円上げた調整が、これだと30ポイントほどですか。そんな調整で済むのかどうか、もう少し大きな調整幅を意識していきたいです。
こういった環境が見えてくればここをバックにロング見ていくのは少し危ないかなとか、まあ、そういった考え方も見えてくると思うんですね。今回上値重かったという形も見せていますので、少しこの強い売りの流れは意識して見ていきたいところです。この調整局面のレンジ、高安まだはっきり見えてないですけども、今の現在地は高値圏になってくるんじゃないかなという目線で今は相場の方を見ています。ロングは少し慎重には見てはいきたいですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期的に見れば上昇トレンドが止められて、調整の形が見えています。レンジが見えてますね。この下のサポートが138円の50あたり。ただ先ほど上位足の環境でも見たように、ここが本当にサポートになるかどうかは慎重に判断してもいいのかなと、割れてもおかしくもないかなと思いますんで、まあ、一旦買ってみるというのは悪くないと思いますけどね、あまり信頼しすぎないにしたいですね。円の調整局面は続いていると思います。円売りばかりを見ていくような状況ではないと思います。まあ、時には円買いも強く出てくるんじゃないですかね。その動きに備えないといけないとは思いますし、まあ、その動きをショートで見ていくというのも場合によっては悪くはないんじゃないですかね。ただ一点だけ気をつけたいのは、昨日ユーロにしっかり買いが入っています。もし円買いを見ていくとしても、ユーロに買いが入ってしまうと強い通貨同士なんですよね。そうなると動かないですから、今のこの相場環境でユーロ円をショートで見ていくというのは、相場環境には少し合っていないのかもしれません。そこは注意が必要だと思いますね。大きな環境を見ていけば上昇トレンドがしっかり見てますから、まあ、そもそもチャートはすごく強い、もうそれは合わせないようにしたいですね。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、時間足に冷やしを重ねています。ポンドドルも昨日大きな売り入ってきましたね。まだサポート割れていません。この 1.30 は何度もこれサポートされている、ここだけではないんですね。もうちょっと見えないですけども、前回もこれ 1.30 はサポートされています。冷やしのサポートラインとして今見てますんで、このようになかなかこう下を試して抜けていかない、こういった状況を見えてくれば上の流れが見えてきてもおかしくないのかなと、この辺冷やしのレンジとしても見てますんでね、レンジの下から上まで買いが入ってきてもいいのかなというふうに思ってはいるんですけども、ただなかなかこう決着がつかないですね。上値が重い状況になってしまってます。今日もこれ安値更新してしまうと、ちょっとこの高値切り下げが気になってしまいますかね。下のサポートはまだ割ってはいませんけども、これ過去を見てもどんどんこれ高値切り下げてる状況ですからね、この強い下のサポートに対して、売りの流れも強く出てきている状況です。個人的にはこれ戻りの高値抜けてましたからね、押し目買いという形も意識してたんですけども、これ押し目買いの形が潰されたとなってしまうと、高値からのこの売りの流れ、こちらに注目をしていくことになるかもですね。まあどっちにしろこのサポート割ってこないと強い売りの流れにはなってこないと思いますんで、そうすると今見ていくべき壁がまあ短期足だと見えてくると思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。売りの流れが強く出てきてますね。ただ下のサポートも強いと、このあたりで足場を作っていました。この下を何回か試す過程でこの戻りの高値も見えてきたんですよね。これがネックライン、このネックを抜けたことで、この上昇を見てたわけですね。ならば押し目買いという形は見えてはくるんですけども、ただまあこのあたりでサポート見てたんですよね。見てたんですけども、後半これ下の方に抜けてきてますんで、少しこの押し目買い勢にとっては苦しい状況ですよね。安値も更新してきていますから、売りの流れが強く出てきてしまうかも。そしてこれ流れが止められた場所、前回のこの戻りの高値ということにもなりますんで、まだ高値抜けてないんですよね。ならば買い方にとって大事な壁というのはもうこの壁になってきますね。強い流れを見ていくんであれば抜けていかないといけない大事な壁、これが 1.30 の7080あたり。そして買い方にとって絶対守らないといけないのがこの 1.30 のサポートですね。まあ、売り方にとってはこれ割っていかないといけない壁です。この壁というのがはっきり両方見えてますんで、まあ、買いを見るにしても売りを見ていくにしても、この上下の壁はしっかり見る必要もありますね。そして現在地、これ真ん中なんですよね。なかなか悩ましいところだと思います。さらには今日は金曜日です。方向感もないような状況で、まあ、無理をしてトレードしていくような環境ではないですかね。ただまあ少しこのサポート機能割ってきてしまいましたんでね、レンジの上から下までのこの売りの流れを見ていくというのは、これは悪い選択肢ではないように思います。ただまあこれも目標は 1.30 あたりになってきますから、そんなに大きな値幅を狙えるわけではない。そしてまあこのサポート割れるかどうかというのはすごく大きな環境の話になってきますんで、簡単にはいかないとも思います。まあ、チャンスがあれば売りは見ていくのは面白そうですけどね。まあこれも無理をする必要はないかなと思いますね。ただ個人的にはこのポンドドルは昨日まではロング目線では見てたんですよね。反発を意識してたんですけども、昨日のこの売りで一旦はちょっとリセットということになってきそうですかね。強くこのレンジ相場を意識して見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。この線の中でも一番強かった通貨がこのポンド円になりますけども、まあさすがに一旦流れが止まりましたかね。
168円というのは一つの壁にはなってきそうです。ですから今見ているのは調整局面、調整ですからまずはレンジを疑っていきます。レンジですから上下の壁探しが最初の仕事、上の壁を168円あたりで見ていけばいいと思いますけども、問題はこの下のサポートで、またここのサポートまだ見えてないですね。この167円、これサポートとして見ていくの正しいかどうか、もしかしたらまあサポートになってくるかもですけども、この上昇幅に対してこの調整幅、小さすぎると僕は思うんですけども、どうでしょうか。意識としてはもう少しこの大きな調整幅は見ていきたいですからね。ならばこの167円のサポートなんかはもうサポートとしては機能してこないかもしれない。チャートはすごく強いわけですからね、どこかで押し目買いというのはこれも入ってくると思いますけども、ただサポートが見えてこないと買えないですね。であればまあその間はこの売りを見ていくというのも、これも一つの方法だと思います。まあ、おそらくはこのあたりもし調整になるんであればですけどね、この辺はもう高値圏になってくるんじゃないかなと。ならばロングは慎重になってしまいます。ショート目線というのも悪くはなさそうですね。短期勢はこの167あたりはサポートとしても見てそうですからね、割れる動きも注目しても面白そうですね。ただ一点気になるのがこのポンドの強さ、まあ、強いといってもなかなかこうドンと買いが入ってくる状況にはなかなかなってこないんですけども、決して売りが入っている状況ではないです。ポンドの方に売りが入ってこないと円が買われてもポンドも強いまんまだとこうなかなか下がってこない状況にもなりますんで、ショートをしていくんならばその点も気をつけたいですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ても強いトレンド見えてますけども、このあたりさすがに調整の形見えてきてますね。壁が168円、ここにはしっかり上の壁が見えてます。対して下のサポート、現在だとまあ167円近辺に見えてはいますかね。ただまあ上位足の環境で見たようにこの167のサポートというのは僕はあまり信頼はしていません。割っても何も驚きはないですし、割ってくれば売りのトレンド波も見えてきますからね、これをショートで見ていくというのは悪くはなさそうですね。このあたり、調整のレンジとして見ていくんであれば、どこがサポートになるかがわからない分少し難しいんですけども、ただまあおそらく高値圏に近いところにはいるんかなと思いますんで、買っていくのはやっぱり慎重になります。目線としてはショートになりますね。ただ売っていくんであれば、この赤い上昇トレンド、これは絶対忘れないようにしたいですね。相場すごく強いんです。何がきっかけでまた買いが入ってくるかは分かりませんから、ショートをするならこの買いにはしっかり備えていくべきだと思います。そして168、これが壁として見ているわけですけどね、抜けてしまったら全ての売りの根拠は崩れてしまいます。高値圏だと思っていたところは高値圏ではないかもしれないわけですね。であればやっぱり売っていくのは難しくなりますから、こういった壁を抜けてきたら一旦は撤退も考えておきたいですね。円の調整という形は見えてます。おそらく高値圏かなという考え方もありますんでね、まずはショートを意識して値動きを追っていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。昨日5ドルかなり強く売りが入ってしまいましたね。これでまあ状況一変してしまったように思います。まあ、そもそもドル層の中でも一番チャートが弱いのがこの5ドルなんですね。ここに上昇トレンド見えてますけども、すでに押し安値サポートは割り込んでいます。動画内でもこれはもうずっと言ってたと思います。下落トレンドを今は見てるんですね。あくまでこの戻りは調整の戻りに過ぎなかったと思いますけども、ただこの戻りがかなり強かったですからね、短期ショート勢を捕まえたような状況でした。戻りの高値までは来てましたので、これ抜けてくれば買い戻しなんかも強く出てきても、おかしくなかったと思うんですけども、結果的にはこれ抜けてこなかったです。深い押しが入ってしまうとショートの逃げ場を与えてしまいますから、僕はこの浅い押しを意識して高値更新を見てたんですよね。ですからまあ昨日のこの環境、少し変える場面もあったんで勝ったりもしたんですけどね、下の方に抜けてしまったことでこれは僕はもう一旦は投げました。深い押しに対してロングをするつもりはなかったんですよね。ですからもうこういった強い押しが入ってしまったらもうこれは一旦の撤退ですね。そしてもこの撤退によって青い下落トレンド、これは崩れなかったという決着もつきました。そしてこの上の壁もはっきり見えましたね。この 0.74、中盤から後半というのはすごく大きな壁にもなっていそうです。今は下への流れが見えてますからね。目線はショート。このあたりバックにショートを見ていくのがメインシナリオになってきそうです。青い下落トレンド、これも見てますから、当然安値更新も見ていきたいところですね。まあ、すぐに抜けるかどうかは別にしても、抜けていく動きを強く意識して見ていくことにはなってきそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足を見ていくとこのあたり戻りの高値抜けたことでね、強い上昇も見てたんですけども、高値圏の足場の崩れが見えてしまいました。まあ、これが昨日の動きですね。まあ、もちろんこれも押し目買いという形もね、なくはないと思いますけども、抜けの動きに対して強い押し、この押しをロングで見ていくのは気をつけたいんですよね。今回の場合はまあショート勢を捕まえたという過去もありましたから、下がってしまえばこれはもう逃げ場を当ててしまいます。上値がどんどん重くなってくる状況ですから、これをロングで見ていくのはやっぱり難しいかなと。
まあ、こうなってしまうと見ていきたいのは高値からの売りのトレンドということになってきて、ここは戻りの高値ということになってきそうですね。最初の目標は波の起き点、そして下落トレンドがもう見えてますから、もちろんこれはサポート割れも期待はしたいところです。ただじゃあショートをどこでしていくかの部分に関しては少し難しそう。ここバックにショートしたいところですけどもね、少し今の位置からは距離がありますから、別の壁をまずは近くに見つけるところからスタートになりますから少し時間はかかってきそう。下のサポートも決してこれは弱いサポートでもないと思いますから、まあ、一旦の反発なんかもこれはあってもおかしくないと思いますんで、この戻りの壁探し、これはじっくり見ていけばいいんじゃないかと思います。昨日までは短期的なロング目線、これを意識してたんですけども、これはもう崩れてしまいました。ということで、この元の流れですね、売りの流れを、再度見ていこうかと思います。はい、変わりまして、こちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。この5ドル円、この線の中でも一番警戒したいですかね。レンジからブレイクしている強い上昇トレンド見てます。ならば押し目買い、まあこれ悪くなさそうですよね。まあ実際押し目買いして、上がってくるかもしれませんけども、今の環境を改めて見ていきたいですね。円に関しては今は調整局面です。買いが入ったり売りが入ったりという状況で、まあおそらくまあこの辺り一旦流れ止まってますからね、高値圏になってくるのかなと。今見ていきたいのは下のサポート探しですから、少しこの売り圧力が強い状況ですね。加えて昨日この5ドルにかなり大きな売りが入っています。これも昨日までは強かったですからね、短期的な買いなんかも見てたんですけども、チャートの崩れが昨日見えています。5ドルの弱さを見ていくことになるかもですから、そうなると円が強くなってきた際に5ドルが弱いと、これ結構強弱の差が出てきてしまいますんで、強い売りにつながってしまうかも。もともと今は調整局面で、この下のサポート探し、ただこのサポートが見つかっていない状況ですから、売りの流れを見ていくのは悪くないと思うんですよね。黒線をショートで見ていくなら一番にちょっと注目はしたい通貨になってきそうですかね。ただチャートはすごく強いですから、これは忘れないようにしたいですね。あくまで今の環境はこの調整の押しに過ぎない、この調整の押しをショートで見ていく場面ということですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。強い上昇は見えていますけど、流れが一旦止まってこの辺りで調整の形が見えています。昨日ですけどもサポートらしいところ、これ95円がサポートっぽいですけどね、割り込んでいます。忘れないようにしたいのはこの赤い上昇トレンド、サポート見えてくればまた買いが入ってきやすい状況というのは、これはもう上位足の環境からもありますから、この赤い上昇トレンドは忘れないようにしたいですけども、ただこのサポートが見えてないんですよね。であればまあ売りを見ていくのも悪くはないんじゃないですかね。昨日の動きでサポートを割り込んできています。ゴールドルを見てもチャートの崩れが見えてますから、このそもそもゴールドルが少し弱い流れになってくるかも、ならばまあショートを見ていくの面白そうです。まあ、波の起点はもうレンジ上限ということで、ここバックにショートになりますけども、現在地から遠いですからね、近くに壁が欲しい。95円を割り込んだことで売りの流れが強く出てきていますから、この95円を一つの壁として見ていくのも面白そうですかね。目標は波の起点部分、すんなり下がるかどうかはこれはもう別ですけども、下げ余地があるというのもすごく大きいです。95円あたりまでの戻りというのはこれはもう警戒必要ですけどね、しっかりこのゴールド円はショートをしていく場所を探していこうかと思います。はい、ということで、まずは円が絡む通貨、円の調整を見てはいるんですけども、なかなかこう強い売りが出てきている状況でもないですよね。まあチャートはすごく強いわけですから、下がれば買いも入ってきます。もうこれは仕方がないと思いますけども、ただこの5ドル円、これが少しチャートの崩れが目立ってきています。もし円買いに注目をしていくんならば、一番に注目はしたいですかね。下がってくれば下げ余地も十分あると思いますんで、ショートの旨味もあるように思います。すでに昨日のですね、こういったところ割り込んでるというのも大きいですね。売りの流れを少し意識して見ていこうかと思います。あとは昨日このドル絡みの通貨がかなり上値が重い状況を見えてしまってます。ユーロドルもこの波の反発見てたんですけども、潰されてしまいましたんで、こうなってしまうとレンジが強く見えてきてしまいます。レンジが見えてしまって現在地レンジ真ん中、方向感がない状況で金曜日を迎えています。十分注意はしたいですね。ポンドドルも似たような状況ですね。 1.30 も強いサポートとして見ていますけども、ただ上値がすごく重い状況も見えています。特に昨日売りが入ったことによって高値の切り下げ、これが綺麗に見えてしまったのがかなり気になる点ですかね。まあ、決してポンドに売りが入っているという状況ではまだないんですけどね、タッチハートの方を見ていけばもう明らかに上値が重いです。下の方に抜けてしまったらこれはもう素直には買えないですから、これも昨日まではロング目線、結構強く見てたんですけどね、これも一旦リセットですかね、少しこの調整局面意識して見ていきたいと思います。そして一番ちょっとしんどそうなのが5ドルですね。もうすでにサポート割ってるのも大きいんですけども、今回戻りの高値も抜けませんでした。上を試してダメだったわけですね。次は下を試す番で、抜けてしまったら波の継続にもなってしまいます。もうこういった状況では買えないですね。まあ、サポートの近くですからショートは慎重にはなりますけども、売り場探しということになってきそうです。
ということで、まあ、全体的にこのドルの強さがしっかり見えてきたということになりますかね。円の方はもう完全に調整局面に入ってますから、まあ、主役がこの円からドルに変わってくるかもですね。今日はこのドル絡みの通貨、これを中心に見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方貼っていますので、参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。